つぶれてるこんばんはあれ真っ暗そんな見られた,たこんばんは <laughs> こんばんはですね。かじしまです。だいぶ、だいぶ、だいぶとたんこだわね。どうしようかな。ふぅ。ということで。 皆さんお元気ですか？お元気ですかね？アイヤです。ツイートしてみました。夜遅くなっちゃいましたけど。 カジシマです。ねカバン開いてるね。気になるからこうしよう。カジシマです。最近深夜配信多いね。本当ですね。朝の配信がなかなかできずですが。今日は、えっ、ー、と、恵比寿リキッドルームにて、えっ、ー、と、なんと、 アットジャム・ザ・フィールドに出させていただきました。<laughs> 念願のフィールドですね。本当にずっと出たかったやつです。まあ、今回ね、かりん姉さんがね、私たちの姉さんが、ね、常連で出られてたイベントと聞いているのですが、人気が出れたのすごく嬉しかったです。 なのでね、姉さんたちがよくあそこで新曲をね毎回これで披露されているらしいんですよ。ということで2期もですねあれですよ披露しました <laughs> 新曲「ブルース・カイ・ブルース」という曲です、えー。来てくださった方はね聴けたんじゃないかななんて思っておりますが。 前にお借りだったけど、アットジャムとはまだ違うイベント。そうなんですね。あの、アットジャムのイベントであるんですけど、あれはエキスポで、今日やったのがアットジャムザ・フィールドってやつですね。BKP。バイク、川崎バイク。はるちゃんがかわいすぎてやばい。新曲好きです。すごく元気です。何呼びだ。カジですよ。カジとあやちゃん呼ばれるの、どっちが好きなのって。好 <laughs> き <laughs> と、いや、名前を。 もう基本的に好きなんですけど、カジって言われるとカジだよってなる。アイちゃんって言われるとちょっとわってなるよね。ゾアゾアっていうかなんていうのあの普段言われないからあんまりあのおうお,うおうってなるかなって感じ。結局どっちも嬉しいんですよ。<laughs> 結局あの同じくらい嬉しい。なるほど。アレクさんやばいありがとうございます。 <laughs> 新曲ですね。ブルース・カイ・ブルースは青春ソングっていうのが一番合うのかな。なんだろう。まだねあの歌詞が結構難しいのが入ってたりとかするので全部聞き取れた人いるのかな今日のタイプでなかなか。 難しい気がするあと言葉数が多いというか2期の曲の中でも一番ななんだ,だか簡単に言うと文字数が多いと思うんですよ、うん、だから解釈は人それぞれな気がする曲ではありますが、えー、皆さんに統一して心に響く曲にな,るんじゃな,いなったんじゃないかなって思っております。 <laughs> どうですかね。ワールドチャンネルまで夢女優かなっじゃ。わあ、ワールドチャンネルリングね。見た人いますか。<laughs> アマゾンプライムであのクッケセ爆弾さんね。やられている番組なんですけど。それか。に勝島になったんですね。 菊川さんとかもい、秋渋さんとかだいたいんですけど、見てたんです。見てくださった方、ありがとうございました。ちょっと前にね、撮影してたんですけど、<laughs> ね、あんま結果言っちゃいけないからなんだけどね。あのー、見ていただけたらなと思います。ちょっと、いろんなことに挑戦してみましたっていう感じなのかな <laughs> わかんないけど。 人気の曲勉強中だから新曲嬉しい。嬉しい。本当にありがとう。人気の曲いっぱいいい曲あるからさ、よかったらさ、聴いてくださいな。<laughs> いやー生まれ中系じゃない、本当ですよ。もう、いろんな試練があったよね。<laughs> 皆さんに見に行った時に、今日握手会あったんですけど、握手会とかでも結構、あれ大丈夫とか。 言ってたんで、私も反応困るよね。いや、大丈夫でいい人はいるよねっていう感じ。<laughs> でも私たちも覚悟して、あの番組に出たので <laughs>、古川さんとかにね、いろんなの聞いて、あの、覚悟してあの番組に出たんですけど <laughs>、もう、わーってなったよね <laughs> ああ。 いろんなことありましたけど、あの初めてのこういう大きいお仕事というか、ロ,ロケというか、だったのであの、ニーナさんと2人でキャッキャしながら楽しかったんですよ、全然ニーナさんとキャッキャしてる時はね、ど <laughs> きはねって,っていやありがたいことですけどね、ありがたいことですけど、い,やいろんなことを学びましたよね。<laughs> いろんなことを学んだというか、本当に。いや、本当に。 番組的にすごい頑張って,てありがとう,もう私、毎回さ、空回っちゃってさ、本当にねあの、申し訳ない部分いっぱいあるんですけど、頑張ったんですけどね、そうやって言ってくれる人がいると嬉しいです。ありがとう。<laughs> すぐ見ようだって。ああ、見られるのがちょっとドキドキするよ。ラーメンショー出るの明日ですね。明日はですね。な、な、うんでにんミサタミサタ明日出るのしぼりでしらったミサタが出るんじゃないかっていう。出るんじゃないかなこれミサタ。把握し,してなくて申し訳ないですけど。え、会えるんかなミサタ 帰ったらいいなあ、ニヌタいるニヌター中学生メンバーには見せられないよ本当にダメダメ、ね、ダメだよ本当にニヌターヒンカの前はグリピさんあ。 チャール、見せたーケッー見せたに会いに行こうっと <laughs> た。あ、今日ですかね。今日ちょっと、あのね、ゴーゴー出れなかったんです。申し訳ないです。残せたのかなあれ、わかんないです。私もまだ実はオンエア見てないんですよ。これからなんで。ちょっと見ますけど。ダメージを言ったら、バルトチャンネルに <laughs> 確かに。ああ。コちゃん、アマプロ入ってますよ、見ます。ダメえ、もう絶対見ちゃダメよ、本当に。本当に見ちゃダメだよ。ってたえー、見ようっと。<laughs> いや、なんな,ならよかったけど。はい。皆さん知って、知っての通り、会社はテンパリッチですから。 こんにちはってなっち,ゃうちょっと本当に頑張りたいと思います。これからも。応援してくださると嬉しいです。<laughs> <laughs> じゃあましょるまが張っていきましょうこれからも。どうこれからもこれからも。こ,もこんなにもこんなにも愛されていること。わかっているのに。ですね。 でいろいろ向こうこともたくさんあります。はい、ですが、会社は負けず嫌いなので、これからもたくさ頑張らせてもらえるように頑張りたいと思います。頑張りましたって頑張らせてもらえる場所があるって思うんじゃ、思っちゃう負けですから。そんなありがたいこと話なしでないですから、自分で頑張れる場所を見つけて。 君頑張ってねって言ってもらえる場所を見つけられるよにこれからも頑張っていくこうと思います。よろしくお願いします。あ、はあ、い、あるじなんだ、そんなんだ。あみちゃんから見れるのかなしたら, <laughs> ら。ピロリって言う2回目のサビ終わった後のイントロダンス。あ嬉しい。感想のね、ゆりちゃんと2人で踊ってるところだ。 嬉しいな、見てくれてるんだ。あ,、まあ、あんな前で踊ってたら見るわな。そんな前、めっちゃ前だもんな。なん一番前の0番の踊ったらそれ見るわな。ありがとう、全部って言っていただけると。ダンスあんま上手じゃないんですけども。あの会場で、ね、してもららててっますこ <laughs> はい。ということで12月10 10じゃ、11月12日にはアルバムを発売します。ファーストアルバムです。なんとですね、ファーストアルバムに2曲も新,新曲が入ります。はい。あもう一つ言わなきゃ、YouTube の方にですね、お願いダーリン。 という曲があったあるんですけど、その曲をの踊ってみたらね。わかりましたね。ちょっと見せたいな。ちょちょっと待っててもらっていいですか？ これあれだよね。ちょっと今パソコンでさ、配信してるからさ、あれや。パソコンで配信してるからさ、あれで、あれできるんじゃないっていう。ここにお願いダーリンをワイプで流せるんじゃないっていう奇跡起こしそうだから、ちって行くね。<laughs> 画期的なことできるのすごくないい番組みたででしょでもこうやって自分で何かアピールできることを頑張ってこれからも掴んでいかなきゃなってすごい思った今日この頃ですはいはい本当に頑張っていきたいこれからもでも頑張るためにはねえもっと頑張らないといけないなってんか思ってるんですよ、ね、本当にマジです、ね はいなんでもないですこれは完全に著作権ですねですか普通流れちゃうのかそれそうだけどこうかこれでまつに夜中にこんなみんな耳耳耳大丈夫耳でちょっかなこれか 違うもう一回。あ、違ういろいろ覚えたよね、パソコンも。しばらくちょっとパソコン壊れて使えなかったんだけどさ。嘘でしょあ、これか。ほなるほど。 久しぶりにパソコン使ったらこうなったよね。<laughs> おねだりして,ていてほしいの。曲流していけません。あできそうです。これで。あれできんわはい久しぶりすぎてパソコン消えあれすご,すごい。踊ってみたみたよだって。 620日も、そうです、やってます。ずっとやってます。足の元の土声で何回も乗ったんだな。なんでわかるんですか <laughs> すごい恥ずかしいんですけど、それわかっちゃうの。すごい恥ずかしいな、それ。バレてますね。めっちゃんこバレてますね。 丸2年ももうすぐそうですね。努力をあげたくて、えー、私は皆さんに一日でも忘れないでもらうため、そしてアップガニキを広めるため、いろんな要点で始めたショールームももうすぐ2年が経とうとしてるんですね。まだもうちょっとか、もうちょっと先かでも。まあ、そうですね。いやー、努力が実ればいいないつか。まあ こんな簡単に実ったらみんなやってるわって話なんですけどね。まあまあまあ、いろんな、なありますがな。カじまなりに頑張って、カじまなりに頑張ってちゃ、それダメですけど、もっと頑張らなきゃいけないんですけど、なんかちょっと今日はいろいろ言ってますね、なんかね。みんなのコメント読もうっと。ちょっと待っててね、お願いダーリンっていう、よ、お、ちょっとお話し,しましょう。お願いダーリンっていう、えっと、YouTube の方でね、踊ってみた、あげたんですよ、久しぶりに。 惑星ループっていうやつもあの昔昔、ちょっと前に踊ってみた1人でねあげてたんですけど今回また新しい1人で踊ってみたが出てたんですねでいろんなメンバー実はとってたんですけど会しは今回1人ということでえ1人で踊ってみた第2弾が、えー、と YouTube の方で公開されました見ていただけたんですかねどうですかね 見ていただけてたら、すごい嬉しいですし、見てないよって人いたら今押せば再生回数一回伸びますし、もう本当に待ちす食べたいし、もうどうしますか今ここで撮ってみる <laughs> 踊らないですよ。何時ですか今1時でした。何時に配信してるのって楽しいんですけどね。えいお集中してみちゃって楽しいだと思うですかいや、嬉しいですね。家事。 まあ、あの踊りダンスがちょっがあんま得意じゃないんですよ <laughs> 実は新曲の、ね、振り入れも思いっきり自分めっちゃ遅れてましたから家でなんとか頑張って持ち,持ち帰ってやるタイプなんで,でも上手じゃないんですけどもあの一生懸命踊らせてもらいましたしあの楽しいって思っていただける人が、ね、いるともう何よりです。本当に なオポックンナオポックありがとうございます。ワ <laughs> イプにして踊るのワイプしないわ。ワイプにして流そうかなって思ったんだけど、ちょっとね、時間がかかりそうです。でよ,ろけたあよろけちゃうね。本当に、あの、ダンスの基礎っていうのがあんまりなくて、私、<laughs> あの今までダンスとかやったことなかったんですけど、ちょっとなかなかね、そういう簡単にさ、 あのダンスというものはあれなんですよこう割って入らなくてですねあのはい今頑張って 3, 3年弱やってますけどダンス頑張っております <laughs>、はい、うまくはなないいかもしれないダンスは本当ですかあでもそれが一番なのかな川島の役目的に上手に今からなるって言ったってちょっと難しい部分あるから楽しいことが伝わればまずは何よりな気がするままからなきゃいけないんだけどね <laughs> <laughs> こんな甘ったれて大丈夫ですかね。あの動画っていくつなのえ待、ーまあ、っていくつかな6回ぐらいの気がする 6? とかかなすっごい踊りましたやっぱりねこう1人で踊ってるから私,私たちグループなんですよアップガニキっていうだから1人でいつも私多分人のこと見てんだろうなって思う1人で踊,踊ったら気づくやつ失って気づくやつってやつですかねうん。 めちゃんこ思いました。はい。人 <laughs> 見てもらってんだろうなーって、今だから思う話な気がします。<laughs> 本当に。ダンス好きですかえ、ありがとうございます。嬉しいです。本当に。あ、暑い場所はいつも帰っているの。あ、そうだね。いろんなところでやってもらってますね。スカート。 カートめっくるまくりなんか見えても大丈夫なようにしてるのかは、勝手にドキドキする。<laughs> いや、でも、これ踊ってみたらあるんですよね、きっと。ドキッとするのかどうかわかんないけど、確かに、ひ、多分ヒヤッとする時でもあるよね。うん。踊ってみた、いろんな人見たけど。そうそうそう。まあ、これっ、ね、て思いっきり見えていいやつなんで、あれなんですけど。あの、衣装とかでもよく履けるやつですね。スカートの下に、ね。フリパンですけど、ね。 確かにこうなんだかピタッとしたパンツだったりとか柄がついてるパンツとか下でパラッて見えるとあれ生パンってなっちゃうからね <laughs> 生パンってなっちゃうじゃんそうそうなっちゃうよねまあこれは見せパンですけどね惑星ループの方いこうそうかな惑星ループはあのカット数が いっぱいあったからかなーっていうのがあるかもね。カット数がすごかったからね、惑星ループっていう曲も踊らせていただいてるんですけど、いろんなカットを取らなきゃいけなかったので、ダンスのカットももちろん3回ぐらい取ったんですけど、他のカットの方が実は結構手こずってたりしました。こうアップで寄っていただいたりとか、こういうやつですかこういうやつやるやつもあったんですけど、それが。 なんていうのかなわはーってなりながら撮ってたから結構ねそうねあんなそのスカートにしたのね洋服をねどうしようか迷ったんだけど。 あのおねかいダーリンを踊っている方々は結構いろんな人見たんですけど全員スカートなんですよしかもか歌詞すごい可愛い歌詞だからちょっとズボンじゃないかもって思ってスカートにしたら案の定ベロンブロン,ンってなったけど気見えていいやつ入ったらよかったはい生版す <laughs> ごめん生版です生版生版って言っちゃっちゃっちゃ、ね、ごめんごめんごめん,ごめんちょっと,ちょっとお、ね、あアイドルなってアイドルなって すよ使ったより靴が上げ底感あって気になりましたこれ衣装の靴なんですよそうそう外で踊れる靴なんだろうって思ってそうそう衣装の靴をね履きましたで <laughs> めっちゃ汚れちゃって洗いましたよねはいあって気にしましたけども覚醒力指長いの えー、ほ本当ですかパッ,パッ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 。これ曲がってるんですよね、私。じゃあ、突き火しまくったんだけあっ、靴履いてないでしょ。履いてます、履いてます。なんかちゃんとしっかり履いてますよ。かわいいやつを。あれ、こんなに足長かったっけと思ってました。確かにこんな足長くはないですよ。言っても、言っても私そんな別に、そうですね。長くなってますわ、これ。多分 これしか、これしかないんですよ、ボーイズ。こんばんは。あ、こんばんは。途中なんかもラララララ体操っぽいステップがてないかもしれこれでしょ下手なんだよ、私がたらたら。ほんと、低気味だよね、足汚いけど。なんで足汚いの知ってんですか作ったんだか。今日も汚いですわ。今日はね、足、右足の親指が汚いから。なんで足の、足の甲が夏汚かったんですよ、そしたら。最近足,足の冬だってなんだっけ違う足の裏 冬に近づくにつれて、足の裏が汚くなってきて、そして今ねお、指、足の指が汚いです、今。手 <laughs> 綺麗だよね、マジにしよ足じゃないって言うけど、いらんよ。<laughs> 感じされらじゃん。どうなんですかねわかんないです。うん。わかんなん。的に汚くなる。ああ。 今週矢口さんのーナイト「会話じゃないと」えー。え 何ですか新メンバー募集で果汁の加入米多かった。リーズさんえ私のこと知ってるんですかね開いたらハネリコーダーで終わる。ハネリコーダーすごいね。いやいや、本当ですか一応アイドルやってます。<laughs> 一応ですけどね。頑張ってます。これしかないけどさ。 いやいや、カ島、鹿島、本当トと,とんでもない庶民ですなんからとんでもない庶民です勢くないかなちょっとここで折れたなちょっと今日割ろうかあ足りない こあ,あれ 難しいわビフォーアフター弾こうと思ったら全然足りなかったわ泣いた泣いたワールドジェネリンに舐められたやつちゃんと洗ったなんていやいやもう正直新しいリコーダーも実は買いましたよ <laughs> そうですよ。あれ、使ってますけどね。使ってますけど。正直、今だけ、今、今だけ言うとね、買いましたよ、新しいや <laughs> ごめんなさい。言おうか迷ったけど、買ったよね。<laughs> 今ね、4本あるのね、リコーダーが。そうなの。四本、4本あるんですよ。1,2,3,4,4,4まであるんですよ。 違うのを買ってみたっていうちょっとここだけの話ですそうですあれ見えてる

あれこれどうやってやるんだっけあそんなに真っ暗だったの声遅れてるらしいです。マジですかえなんというか。 あれ,あれ、違うあれちょっとさ使い方分かんなくなっちゃったわただいま YouTube どうやって繋ぐのか分かんなくなっちゃったからもうやめようかなって思ってきちゃった諦めるんかい鹿島はい諦めませんちょっとがって てお願いダーリンをみんなで見たいもん一緒に勘違いしたいものね。だよね。全然できないわ。どうしよう。なんでだろう。できるんですかって。どう <noise> いうこと 走る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 、他偷偷在偷偷。うん。リコーダーのエピソード聞けなかった。そこか。え四えっと一代目二代目三代目のえリコーダーちゃんは実は同じ機種を買ってるんですよ。でも四代目のね最近の新入りのリコーダーちゃんはねちょっとね。 新しくして違う違うやつにしてみたんだよねっていう話でした <laughs> そうそうちょっとね言ってみたかったんだよねそういう手法ね 全然写真が出、映像が出てくれないんだけど、これ、4代目は高いのいや、全然です。あの、1代目、2代目、3代目よりも安いです。安いんだけど、ちょっと欲しかった。4代目も悪い。なんでし、てるのみんな気づいてたの今吹いてるのこれ、これ3代目ですね。3代目のリコーダンちゃんですね。聞き分けられる。台きな波たいないんじゃ入ってない。 あみたのはね、ちょっとまた別枠になってたな、今な。うんうんうん。そういえば今日緊張しまくったの何の収録やったのまだ発表できないんだけど、ちょっとありがたいお仕事をだきましてですね。えへ、ー、見ていただいたら分かると思うんですけど、ならないですよね。よかったら見ていただけたら嬉しいでございます。 楽ししみにしてる、ね、<laughs> いやーまた楽しみにしていただけたら嬉しいや。また言うね。そうしたら近々になったらね、解禁 OK になったりますね。<laughs> そりゃ緊張するよーっていう感じの内容になっております。リ <laughs> <laughs> コーダー機種、おじし編というよりもなんかね、ちょっと、でも最近白いリコーダーが欲しいんですよ。 白いリコーダーが欲しい。だ。だんだ。どういっちもらえるかな。ということで、まあ、今日はこの辺にしときましょう。最後まで見てくださってありがとうございました。え、ね、ちょっと YouTube の方がね、つなげるようにちょっと頑張りたいと思います。109の話は進んでいますかあ、進んでいますね。あれあおなんか発表できるかもしれない、今度。ちょ、ちょっと待ってね。それこそこれじゃん。ちょ,ちょっと見よう。 どうかなあれなんか告知 OK ですみたいにな,な,なかったっけちょっと今最近いろんなことがねあってね。バタ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 。あ,あったっけな。おいますえどこまで言っていいんだろう分かんない分かんない。ない <laughs> でもとりあえず。 いや、これはみ,みんな知っているのいや、わかんないち。ちょっとだけ待ってね。ちょっとだけ待ってね。ちょっと,ちょっとだけ待ってね。ありがたい話でねありがたいねちょ。ちょっと待って。待てる人待てる人もう,もう2時だけど待てる人 いますかなん <laughs> ていう人いますかと,と,と,とんだびっくりするんな、ね、言われたね。みんなちょっと待ってな。お願いだわりにて聞いて。欲しいのは形のないもの。えっ、ー、と、お願いしてみてほしいの。わー ごめんなさい。お待たせしました。あ、みんな、はいって言ってくれたら嬉しいですね。すぐさ、すぐさ言っちゃうからさ、ちょっと本当に気をつけながらないね。はい。ということで、109の公式時代モデルに就任するんですが、皆さんのおかげで貸し、ま、鹿島。 えっと、今回、109限定グッズを発売します。<laughs> ウィズ・カジシマのグッズーでーす。っ <laughs> ていうこと。おいたかったっていう感じですね。お、あ、先週の日曜日の あえっ、ー、あっ後藤さんのとこ行きました行きましたえっありがとうございますそんなそんなそんなすいませんわざわざありがたいよかったら楽しみ見ててくれたら嬉しいです <laughs> そんなずずしいごめんなさいねそうなんです109のねイベントに出演させてもらった時にありがたいことに1位をいただいて えっと、最終審査まで行くことできました。その最終審査でありがたいことにグランプリを取りましてですね、えー、渋谷の109世代、えー、ライバー公式モデルオーディションオ、オーディションだったので、それに就任しましてですね、今回109限定のカジシマアヤプロデュースカジシマグッズですね、出させていただくことが決まりました。そうなんですよ。通販。 ださせていただきます109のネットショッピングわかりますか ?109 のネットがあるんですよ。ネットなんていうのかなショップがあ,あるんですけど、それ、それ、<laughs> で買えますよっていう感じです。<laughs> はい、そうです。 えー、そして渋谷109内店舗。今田マーケットってとこわかりますかえっとね。2階じゃな。ビーチかビーチビーチで、えー、まあ、今回、1位というかグランプリを取った女性部門だと私、そして男性部門の方と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、なんだっけ。 バーチャル部門の方、3人で、えー、今田マーケットのね、ブースがあるんですけど、そこでオリジナルグッズを展開させていただきまーす。そうなんですよ。でも今回109ということで、まあ、カイもね、なんか、ちょっと、頑張っておしゃれな、 実の靴を作ったりとか、ちょっと砕けたりとかしてますけど、え今、えっと、結構、話が進んでいます。ちょっとだけ情報解禁すると、えー、カジシマが考案したグッズをね、えっと、皆さん、売らせていただくんですけどえ、皆さんが、え、きっとたくさん買ってくれるであろうと思いまして、 一つではないと思います。たぶんグッズは。一つっていうお話が出てたんですけど、みんながきっと喜んでくれるだろうな、または買ってくれるだろうなって思って、えー、グッズは一つだけにせず、一つだけにはしませんでしたっていう感じかな。<laughs> ちょっと何個かちょっとまだ本限定ではないので言えないんですけど1つではないと言っておこうかなって思います考えてるのは数量限定で作るグッズもちょっと買ってくれるかわかんないからっていうのはあるけど あの数量限定のグッズとかもあるからえ常に情報をチェックして売り切れ前に買っていただけたら嬉しいです。まあ、で売り切れることあるか,から売り切れるように頑張りたいけどね。って感じですけどリコーダーはね109で売ってもね新入生が買いに来るなかなかないですか制約の隣に売るなら私しもねってなるからねっていうのもあるからね。 分かないですけども皆さんねぜひ来ていただけたらそして買っていただけたら嬉しいなと思いますグッズはまだ言わないというか本気ってじゃないですよねあのそのグッズやりたいっていうの,の話がちょくちょく進んできたなっていう感じで、ね、どうなっていくかはちょっとこれからのねまあカジュラルマは入れたいなって思ってたりとかは まあわよくば。まあ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 、ほんまだ、本限定じゃないから、まあ、下手なこと言えないんだけど。下手なこと言わないから、ね、ちょっとこれだけ言うわ。カジダルマのグッズは作りたいなって思ってる。カジダルマがどっかに。つけられればとか思ってます。はい、お越しください。そして、ネットでも、ぜひ買っていだけたら、嬉しいです。これは情報解禁でした。ありがとうございます。 ということで、えー、最後まで見てくださってありがとうございました。そして大切なン、一つありますね。11月4日、エビスリキトルームにての単独ライブ <laughs> はい。いや、ニコンのモデルやるの、私やりたいんだけど、めっちゃやりたいんだけどね。<laughs> えっと、えー、まず単独ライブが決まっております。チケットまだまだまあ、まだまだありますよ。皆さん、今回は、 ちょっとお値段安くなっておりますし、ここのルームで買っていただくと、4200円かな。送料とか全部込みで、手数料とかも全部込みで、私が直筆で皆さんの宛名書きをし、メッセージ付き、チケットをポストにバーンって入れ,入れます。どうでしょうかっていう。来ていただきたいです、一人でも僕の方にね。はい、えー、このライブは絶対にソールドアウトにさせたい,いと。イベント お越しください。ぜひお待ちしております。当日までかかるのそうなのかあ、4300円だった。やばいばい。4円。来ていただけるですかね心日前だけど帰るのか。そうなんですよ。もうね、チケットがね、結構だいぶ、買えるか買えないのかみたいなところまで出てきてるので、ちょっと、もう1週間を、もう明日とかが多分ギリギリ最後になっちゃうと思うので、 買っのうちに、ね、ということで最後まで見てくださってありがとうございました。こブシンパクトさんファイトいただけました。ありがとうそしてイヤレンさんコロンダありがとうございました。ということで最後まで見てくださってありがとうございました。明日は、えー、ラーメンショに出させていただきますのでぜひお越しください。お手を拝借せーの以上です。ありがとうございました。バイバイ